か。もう向こうも落ち着いたから。ルトガー、さっきは気を使ってくれたんだよね。そういうわけじゃない、いいよこれくらい。おい君、見事な治療だった。おかげで助かった。これを持っていきなさい。これは？君は筋はいいが少々力みすぎる。それで少し負担を軽減するといい。私物なのが申し訳ないが。そんなことないです。ありがとうございます。まだ名前を聞いていなかったな。私はディラック・ギタ・マティスだ。君は？僕は柔道マティスです。マティス？戻ってきたね。どうした、具合悪いのか。あのマティスって人、もしかして。うん、あの人は僕の父さんなんだけど、向こうだと僕は生まれてなかったみたい。お父さんと離れ離れなの？お互い仕事があるし、しばらく会ってないんだ。なんかどうしてるのかなってちょっと気になって。いつでも会いに行けるさ。たまには顔を見せてやるよ。たまには顔を見せてやるよ。うん、そうだね。分子世界の父さんを見ていて思ったんだ。父さんは医者として、僕は医学者としてみんなの生活を支えようとしてる。仕事は違っても目指しているものは同じだったんだなって。あ、僕だ。柔道？ヘリオボーグに戻らなきゃいけなくなった。できればみんなも一緒に来てほしい。詳しく説明してる余裕はないんだけど。ありがとう、行こう。オリジンセルシウス。あれは僕の装置。バランさん、これは。またか。また私を縛りつけるというのか。こんな機会で無理やりに。いや、やめる、やめろやろ。どけ、邪魔をするな。セルシウス、僕たちは君を傷つけるつもりなんてない。だから。では今の装置は何だ。私の自我を犯し、押さえつけ、意のままに操ろうとしたではないか。え？操る？何度繰り返せば気が済むのだ、人間は。私は精霊はお前たちの道具じゃない。で、マキちゃん、どういうことか説明してくれる？他にどうすればよかったって言うんですか。研究を進めるには大精霊クラスの実験が必要。先生そうおっしゃってましたよね。それに先生の装置なら絶対に制御できると思ったから。それでセルシウスの化石を使ったんですか。誰にも相談せずに。むちゃくちゃだね。柔道先生のお役に立ちたかったんです。先生この頃ずっと辛そうで、私どうにかしたくて。だからって勝手なことされちゃ困るな。一歩間違えば大惨事になるとこだ。いや、オリジンセルシウスは姿を消してしまった。立派に事件だよ。
バランさん、あの装置の臨床試験は中止しましょう。自我を犯され操られるか。気になっているのはそこだね。僕の装置には欠陥があったんです。それがセルシウスを怒らせ傷つけた。諦めていいのか。俺も中止した方がいいと思う。俺も中止した方がいいと思う。そうなの？そんな。よっぽどの決意でそう言ってるって受け取っていいんだよね。僕はオリジンを、精霊を道具扱いしてしまう装置を作った。知らなかったとかそんなつもりじゃなかったなんて言い訳にならない。私のせいで。柔道エピソード2、予期せぬ再会。あ、 TOX ってことはエクシリアの時のあの明るけない髪型にできるってことか。いつぞやの。さあ、柔道くんのが終わったところで、次は誰だってところで、ニアキリア、ってことはミイラーか。さて、それではそろそろお時間がいいところなので、次はこのミラ、分子ミラのキャラクターエピソードやっていきたいと思います。ではありがとうございました。はい、どうもグラッシャです。テイルズオブエクシリア2を初見実況プレイしてみたパート16は、8分半ぐらいだと思います。確かね、ミラのエピソード1をやりますってところで終わったので、今回はその通りミラのエピソード1やっていきたいと思います。はい、ミラエピソード1、ミラのスープ。ここって私の家じゃないのね。お久しぶりでございます、ミラ様。まさか再びお会いできるとは。え、何？いつこちらへお戻りに。精霊界に帰ってしまわれたものと。あの、それは。ここ、思い出した。何？エル、またミラのスープ食べたい。無理よ、道具も材料もないし。ミラ様、そういうことでしたらどうぞ台所を使ってください。いいの？お役に立てるなら光栄です。じゃあちょっとだけ。ちょっとじゃなくて、いっぱい作って。ごちそうさま。ほんとよく食べるわね。そんなの、ミラのスープが美味しいせいです。本当のことなのになんで笑うの？ルドガーも美味しいって思うでしょ。ん、確かにうまいよな。もう一手間でもっとうまくなるのに。これは L1 だな。確かにうまいよな。だよね。お世辞はいいわよ。僕もミラさんのスープ好きだな。なんだか優しい味がする。でもやっぱりパパのスープが一番だな。私が二番ってこと？違うよ、二番はルドガー、ミラは三番。私がこの人より下？冗談でしょ。ミラさん、ミラもルドガーのスープ食べたらわかるよ。わからない。私だってもっとすごいスープを作れるんだから。
へえ、どんなの？一番美味しいやつ。あなたのパパより。そんなの無理です。無理じゃない。エルのパパはすごいんだから。マクスウェルほどすごくない。食べてみないと信じないから。行こう、ルル。食べさせてやるわよ。そういうことだから協力してもらうわよ、2番のルドガーさん。いやいや、自分で考える。仕方ないな。仕方ないな。どうも。って拒否しても手伝わせるけどね。僕も手伝うよ。一緒に頑張ろう。ジュードも料理できるの？まあそれなりに。ミラさんの方が上手だけど。そう。じゃあよろしく。ミラエピソード1、ミラのスープ、ひとまずここまで。今回はここまで。頼りないって思ってたけど、あなたそこそこやるじゃない。これあげる。私が持ってても荷物になるだけだし。何くれるの？アイテムボールプラス、イエーイ。さあまた瞬間着地青年用、あのエアリアルキャンセル的なサムシングね。タッチダウン、あ、全然違った。全然違ったよ、恥ずかしいな、もう。タッチダウン。なんだ？タッチダウンして、あ、くーちゃん、言いたいことは一緒だったわ。サマンガン、そう、サマンガン海底に行きまーす。さあ、久しぶりのサマンガン海底にやってまいりましたよ。とりあえずサマンガン海底から陸路を伝ってカラハシャールまでちょっと行きたいと思います。ミラすごー。うっかり本気出しちゃったわね。舐めないでほしいわね。ん？あ、猫ザック。これ依頼の猫だな。ザック、ザックさん、ザック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 とコーディってなんかあったな。ディズニーチャンネルあたりかな。ローエンオリジナルブレンドティー、久しぶりに飲みたいな。ではぜひ近いうちに。羊の血が騒ぎますね。いや、相変わらずカラハシャールはにぎわってるね。というわけで楽しい街カラハシャール。ここはいつ来てもにぎやかで楽しいです。いろんなお土産も売ってるしね。ルドガーさんはカラハシャールを訪れるのは初めてでしたね。何か気になるものなどあれば簡単にご説明いたしましょうか。街の階段について、人気の土産物について。ここは街の階段について。おお、なるほど、そうきましたか。人が集まる場所に得てしてそういった話はつきものですからね。でも私、階段なんて聞いたことないですよ。おや、身近なものでしたらシャール家にもありますよ。そんな冗談には引っかからないぞ。冗談などとは心外な。あのお屋敷は陸家の歴史ある建物、曰くの一つや二つありますと。一番有名なのは首なし兵士の逸話でしょうか。はい、彼は自分の首を探し毎晩お屋敷をさまよっているのですよ。一つ開けてはここでもない、次の部屋を覗いてはここでもない。そしてバタンと自分のいる部屋のドアが開いて、
おやおや、そこまで怖がっていただくと話して妙理につきますね。おお、血をくれよ。お、レイヤ発見。ではレイヤのキャラクターエピソード続きかな。レイヤエピソード2、イフ。ありえたミラ、ありえたミラ、イフ。あ、ルドガー、無事だったの？さっき取材してたら偶然ドロッセルと会って聞いたんだけど、クランスピアのエージェントが仕事で立て続けに行方不明になってるって。天下のクラン社のエージェントがか。そんなに厄介な仕事って。分子世界絡みかもって。ベルです。新たな分子世界が探知されたのですが、もしかしてエージェントが何人も戻ってこないやつ？ご存知でしたか？そんなに危険なの？私からはエージェントの力量によるとしか申し上げられません。ただ最後の連絡ではタイムファクターはかなり強力な魔物のようです。つーか、どんな会話よこれ。目的分子世界の座標を送信します。侵入点はバーミヤ峡谷です。どうかお気をつけて。私手伝うよ。なんか心配だし、この間のお礼もあるしね。俺も行くわ。話聞いてたのに、シカとして記者さんに悪い噂立てられても困るしな。素直に手伝うって言えばいいのに。じゃあそんなわけで、なんかもう恐ろしい感じがプンプンしますが、どうしようかな。柔道連れていこうかな。困った時のでね。じゃあ分子世界ナンバー F421C で。さあ、バーミヤ峡谷。あれ、あ、あ、アグリア？ちょっと一回セーブ。よし、張り切っちゃうよ。タイムファクターどこだ？呼んでも出てこないって。アグリアだよな、あの格好は。アーグリアだな。アグリア？おっせえぞバカ。いったー。何回連絡したと思ってんだよ。しかもなんで男連れ？はじめまして。野暮なこと聞くなよ。まあルドガー的にははじめまして。はあ、何言ってんだバーカ。あれかお前、柔道に振られて別の男に逃げたんだな。全然違うってば。たく、ここの魔物のことでどうしても書きたい記事があんだろ。生態系がどうとか密漁がこうとか、似合いもしねえ小難しいこと。お前が言い出したんじゃねえか。そうそう、そんで戦いになるかもって、一応俺らにもヘルプ頼んだんだよな。例の魔物は密漁者に負傷させられて異常に凶暴化してるらしいからな。そうだった。たく、グズが。先行くぞ。あの人怖すぎ。まとにかく行ってみようぜ。そうだね。手がかりとか何か見つかるかも。ルドが記事を書き始めて気づいたんだけど、私って字が下手なの。編集長に同情の目で見られちゃってさ。内容もだけど字も練習しなきゃね。レイヤとアグリア、字の上手い下手はそうだね、何とかするしかないね。レイヤとアグリア。しかし驚いたな。アグリアとレイヤーが一緒に取材ってどういうことだよ。私に聞かれても。もしかしてこの世界だと同じ会社で働いてるのかな。あのアグリアが記者ね。とりあえず俺らの知ってるアグリアより
好意的なのは間違いなさそうだな。昔何があったのか。アグリアってどういう子。アグリアってどういう子。変わってるっていうか、人に合わせる気がないっていうか、表現の仕方が悩ましいよな。とにかくなんか唐突すぎてどう反応していいのか困るよ。そんなこと言われても困るよ。ちょっと何それ、真似しないでよね。そうだぞアルビン、結構似てたどっちかな、結構似てたえ、ルドガーまで。もう全然似てないってば。でもその調子でいけばいいんじゃね。難しく考えたってしょうがないだろ。あ、もしかして今のわざと。さりげない大人の気遣いってやつ、惚れるなよ。誰が。さりげない大人の気遣い。あのアグリア、やけにレイヤに協力的だな。うん、こんな未来もあったんだね。イフってそういうことか。あのしんどいやつな。あ、バキラ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 。アグリアどこまで行っちゃったんだろう。アンリア、例の魔物ってあちら。やっぱりか。くっ、確かにあんなの放置したら生態系がどうこうなっちまう。エレン・ピオスのクソ密漁者にやられたのはかわいそうだが、やっちまうしかねえな。あれってエレン・ピオスの人が。だからお前が調べたんだろ。遊び半分で魔物狩りしてる奴らがいるって。ひどい。エレン・ピオス人どもマジでムカつくぜ。ただでさえジンで精霊を殺しまくってるってのによ。けどマクスウェルのおかげでしばらくはジンを使っても大丈夫になったろ。精霊が死ぬのは事実だろうが、あいつらその事実から目を背けやがって、自分らは精霊刺激できないから仕方ないとか抜かしてジン使いまくってる。そのうちリーゼマクシアもボロボロの荒野にしちまうに決まってるぜ。それをなんとかするためにオリジンの研究をしてるじゃない。なんだお前、あいつらの肩持つのか。肩持つっていうか、エレンピオスにも必死で頑張ってる人がいるの知ってるから。やっぱり信じたいよ私は。あんな奴らをか。マジ甘いな、いちいち。そんなに嫌われてたんだな俺たち。なぜエレンピオス人を信じられない。なぜエレンピオス人を信じられない。あいつら私らを未開地の猿って決めつけてる。それにあの連中、一度は異回路計画で私らを燃料にしようと考えたクズだ。どうやって信じろってんだ。あ、なんだその顔、文句あんのか。ハニス、今は喧嘩してる時じゃないでしょ。とにかくあいつを倒さなきゃ。はっ、とっとと蹴りつけてやるよ。おい、アグリア、やべえじゃねえか。すげえんじゃねえか。でもこの武器がぶっ刺さる。落ち着けよ、あいつは分子世界の。わかってるけど割り切れないよ。沿線集落アリエルガーデン。ガードは任せたよ。センスは真似だけ。背中は任せて。ジュード、ありがとう。あなたオートラルでアッパーブライス。そうはイカフライ。イカフライ、ジュード、イカンザキ。ナイス、しっかりして。
なんかからのジェンド、何が刺さるならゼロディバイルがいいんじゃないかって思ったけど、どこに読んねん、どこに読んねん。モグル系がここに来るとなんかいろいろ面白いな。シラーエッチェ、背中は任せて。よいしょ。少しは落ち着いたか、レイヤ。うん。なんか成長した。やべ、また強くなっちまったか。僕はもっと強くなる。もう少し待ってみる。すぐにタイムファクターを破壊する、うん、もう少し待ってみる。アグリア、アグリア、うっせえ。あいた。いちいち必死になるな。私があの程度でどうにかなるか。だからって蹴ることないでしょ。ふふ、さっきのお返し。ん？あ、ありがとう。なあ、本当に奴らを信じるってのか？え？ああ、うん。エレンピオスも大変だから、みんながリーゼマクシアに好意的じゃないのも知ってる。でも、頑張ればきっと信じ合えるんじゃないかなって、そう思ってる。私らもそうだったしな。ニアケリア霊山が崩れた時、お前が手を伸ばしてくれた。おかげで私は。何笑ってんだバーカ。さあもうここに用はない。つかこっからが記者の仕事だ。帰って原稿だな、レイヤ。手ごわいかもって話だったけど、どってことなかったな。ルドが、分子世界は消さなきゃダメなんだよね。これでよかったんだよね。そう信じたいな。うん、ルドが、分子世界のこと、いつか記事にしてもいいかな。そこで起こったことや、そこにいた人たち、そして消滅させなきゃいけなかったわけも。そうすれば残るもんな。さて飯食って寝ようぜ。疲れちまった。見ててね。レイヤーエピソード2、イフありえた未来。あ、レイヤのエクシリアの時の衣装。この頃ね、ルドガーといるとホッとするんだ。それだけ支えてもらってるってことなのかな。でね、これそんな日頃のお礼っていうか、とにかく受け取って。だからね、私ホッとしすぎて眠くなっちゃって、今度の原稿も徹夜だよ。おう、レイヤーとその四つ葉とみたいな。